What's up YouTube ご視聴助かりまーすということで寒いね、寒くない寒くない、だってこれ全部筋肉だもんね、いやお肉いやもういいこれこのくだりもういいんだからちょっとねもう年末じゃん、そうです ね、なんでカッパ家は年越しはそばじゃないもんね、やっぱりズバズバでいきたいと、年越しラーメンでいきたいなと思ってるわけよ、ね、はい、でなんか年越しのラーメンにうってつけのラーメンを作ったと、しかもこの山陰にぴったり松葉ガニ、ズワイガニね、それから取ったスープで作ったラーメン、これがあるっていうことで、しかもなんかもう数量限定ですぐなくなっちゃうらしいんで、早めに買いに行こうね、でちょっと早速行こうか、ね、それでは今日は年末用のカニを仕入れていく、いざちょっとまだやってたやってましたやってたよやってたやってましたね、はい、突然来るスタイルでございますねなんと、アポイント取っておりませんいやーやってやったね、ね、一応確認したんだけどね今日、いつでもいいって、ああ、はい、いつでもいいって言われたから、はい、突然来るスタイル突然来るスタイル本当に突然本当に突然、はい、あ今日はねどうも来ました真面目に仕事してるね真面目にしてました仕事してる不意を疲れましたさっきも言ったけどその年末年始カッパ家は年越しラーメンだからラーメン食いたいなと、こちらのお店は年末年始と年越し用に3年前から年越しラーメン用のラーメンを仕込んでると、まあ、かなり手間暇かかるわけよ、要はこうカニをまず剥いたりとか、はい、そういうとこからやってるみたいだから、うん、でも本当にカニカマとか使ってないかをやっぱ確認しないとね、はい、あなるほどカニカマ使ってる可能性あるからね、これちゃんと確認しないといけないね、ここはもうねここのオーナーと奥さんのもうバランスが悪くて奥さん綺麗で店主はもう怖い顔が怖いこれだよね、これ年末年始に家で作れる年越しラーメンセットで、しかもこれスープは何スープですか、スープは鳥家の鹿の地鶏のスープ、はい、鳥、はい、が多分4割ぐらい、4割ぐらい、あとはもう親ガニの ゆでた出汁と、あと殻をもうガシャガシャ炊いてガシャガシャ炊いた殻をガシャガシャ炊いた、あとカニ味噌とかも全部入れてるんでカニ味噌スープです、もうもろにカニの味、アレルギーが出るぐらいの、アレルギーが出るちゃんとしてね、アレルギースープこの麺とそしてスープね、はい、これもう湯煎っていうか、もう湯煎で全然大丈夫でいけるラーメン、はい、でこれがカニの身と内子、これはねこれが結構高いと、これももちろん高いよね、と付け合わせの春菊と、これがご飯、そうですね、これはもう混ぜるだけで混ぜるだけでご飯になる、親ガニご飯になる、親ガニご飯、これ高いやつじゃん、これラーメン一杯いくらなんですか、テイクアウトですと、はい、2160円、2160円、ちょっと高く感じるでしょ、でも、うん、そんなことないと、だってカニ今年高いしさ、うん、相当カニ買ったでしょ、買いました中古車中古車買えるぐらい、それをなんかね自分で言っちゃう、まあ、もちろんオーナーの店主、うん、自分でやってるのね、はい、に労働基準局に訴えるって言ってた自分やられるのは自分なんですよね一人でやってそれも夜中ずっとやってっていうこのセットをね、販売すると俺も、もちろんね食べたいよねこれ、うん、ね年末年始年越しにね、うん、もちろんこれ発送もするんだよね、発送できます、別に全国、今奥さんちょっと仕事してるんで、あすいません仕事中、すいません、ちょっと化粧して化粧してなくても綺麗だから、すごいからこの夫婦は本当見てよ、もうほらご主人は今笑ってるからあれカメラ用だからね、いつもここでしかめつられるやってるから、ね、米子が生んだサイコパスですなんかあれだな、
インスタではなんかキャラ作るとか言ってたの全然キャラが立ってる急すぎるクレームクレーム急すぎる急すぎる急にキャラ作れる俺も赤く塗っとこうかなカニとカッパでカニとカッパねあの滝投げで喧嘩するやつあれカニ、あれカッパだっけいや、猿とカニだったカッパ関係ないカッパ関係ないということで、なんとまあミノチャンネル、これ宣伝するだけじゃ面白くないでしょ。そうですね。どんな味か、レポート欲しいでしょ、はい。もちろんです。これをちょっとじゃあ食べてみたいから作ってよっていうのは、簡単じゃん、はい。作らせて。もちろん。いい。いいですよ。厨房ね。はい、やりました。自分で作ってみると。新しい。はい。自分で作って食べる。これでいきましょう。なるほど。はい。じゃあ今から作っていきます。はい。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。これすごいね。このちゃんと作り方も入ってますね。お礼とこの度は麺どころどう。これ麺どころどう？ああどうなんだ。麺どころどうじゃない。そうなんだね。あそうなんだね。そうなんですね。麺どころそうご利用いただきありがとうございます。親ガニ鶏白湯そばね。これも家庭で簡単に作れます。柚子胡椒も入ってるの？あ、お好みで。お好みでね。はい、なるほど。聞くところによるとここ食えないぐらい辛いもんも作ってるでしょ。そうです。食えないぐらい辛いペーストもなんか販売してると。目つぶし用の。で、親ガニ混ぜご飯。これもあると。これあれ茶碗2杯分なんだ。じゃあちょっと作っていきます。これ。皆さん誰でも作れるような簡単に作れるので、ちょっと本当に簡単に作れるかどうか僕試してみますので。お邪魔します。どうぞ。うわめっちゃ綺麗。やっぱ厨房がね、できるお店は厨房が綺麗です。まあこういう感じでね、まあどこの家庭にもこういうのあるから、こういうのある、ある。どうしてもないっていう人は、まあ、鍋でも作れます。まあ、これでも作れるね。これでも作れる、はい、どこの家にでもある。これで僕は今日作っていきますね、はい、どこにでもあるかな。何かあるあるある。どこにでもある。まず麺ね。麺です。これ麺、これも冷凍で来る。冷凍ですね。冷凍ね。まず器を、はい、器を温めて、この上に置いて温めて、上に置く、はい、こうですか。ここでいいです。いいですか。まず温めておいて、麺の前にこのスープを湯煎で、これを湯煎スープ、ここに。これはもうこのまんま作る、それとも伸ばすんですか。このまま使う。いやもうこのままで。このまま使うんだ。ストレートなんで。ストレート、ちょっと湯煎でね。これも家と一緒。これこれで、ね、湯煎します。こういうのはまあお好みでね。こういうのとかネギとか、ああこういったのはまあどこの家にもあるか。チャーシューなんてもう大体あるもんね。あります。冷蔵庫開けたら大体入ってるから。チャーシューどこの家にもありますね。あるはい、あるはい、はいはいはい、じゃあこれ今日は はい、一応僕と、はい、小がっぱくんと、はい、2食作っていくから、はい、2食ね。2食、僕の分は、いやいや何回も言うけど、はい、俺はカメラマンには食わさんよ、はあはあ、そんな予算ないから、はい、もともと。もうこのままでいい。そのままで。このままで3分、一応3分。ちょっと固めが好きな人はどれぐらい。2分半。2分半ぐらい。2分ぐらいでもいいやん。俺ちょっと2分でいっちゃう。はい、いきます。3分。よし。でこれで混ぜると。このこれもね、大体山に行ったらある。山に行ったら、山に行くか楽器店に行ったら、うん、あのバチドラムのやつ。もういい。これそうですね。はい、熱いよ、結構熱い。これ熱い。はい。で、スープ。もういい。スープは、まあ、まだ。ギリギリ。ギリギリの。ギリギリ。スープはギリギリでお願いします。あ、熱い。熱い。これ熱いですね。はい。切っていただいて、これを、ここに、ジャーッといきます。あ、大丈夫。おい、綺麗に、やっぱ。これね、湯煎がおすすめかな、やっぱり。そうですね。無駄がないな。あ、すげえ匂い。やばい。あ、来た。なりましたね。これを揚げればいいですか。で、この上にね、ちょっと、はい、はい、あーい。あーい。よし。切りが甘かったね。ご家庭ではよく切ってくださいね。スープがぬるくなっちゃう。で、ここに手前をつけて、はい、はい、ね、もうこれ実は僕カルフォルニアで結構やったんで。なるほどね、すいません。これもこれね、はい、で、箸はこれ使っていいですか、はい。ちゃんとあのムラがないようにね、スープによくくぐらせて。
ちょっと揃ってればいいや。チャーシュー持っちゃうかな。はい、チャーシュー、チャーシュー、チャーシュー綺麗。いや、チャーこれはやっぱあれだな、チャーシューは2枚だな、俺は。卵、卵、春菊、これは入っております。で、これね、これはもうちょっとこうやって、こうやってからダーン、ダーンのやつ、ダーンのやつですね。まずちょっとね、ネギね、僕ネギ好きなんでね、大体まあ家にあるもんで、そうですね、できますから。 OK、 できました。これで完成、はい、完成です。よし、できました。もうすぐ食べる、俺はすぐいただきます。いただきます。もうすっごいカニの匂いがしてんだよね。ちょっとまあ最初ちょっとスープいただきますね。うーわ、うまっ。カニ、ここのラーメンカニカマ使ってませんでした。俺だったらもう 30% ぐらい混ぜるけどね。これマジカニアレルギーの人絶対出るね。出ますね、こんだけ。それ一杯に対して多分3杯4杯ぐらい入ってます。入ってる、カニ3杯よ。だからその値段、良心的なの。これ儲かるの、これ。儲かんないです。儲かんないでしょ。これ限定200食ですから。でもすでにちょっと売れてるんだよね。欲しいなと思われた方、特に普段カニが食べれない県の方とかにはおすすめ。もうまさにこの松葉ガニのエキスがたっぷり。トミースペシャル、あ、来ました、トミースペシャル。やっぱ綺麗だ。いただきます。はい、まずスープを楽しむね。ちょまーい、ちょまいな、これマジで。めっちゃうまくない、これ。ちなみにこれはここのお店では食べれない。2、3、4、5で提供できる。あ、お昼のみなんですけど、こちらは麺どころ堂、そう、あ、そう、そうそう、そうだった。は31、1日だけお休み。お休みです。で、2日からやってる。2日から、11時半から15時まで。あ、ほんとうまい、まあ、毎日食べたい。毎日、うん、毎日食ったらお前痛風になるわ、お前。そう、痛風になるわ。体育の授業とかね、先生今日ちょっと痛風で休みます。そんな生徒おるか、お前。確かにおらんかもしれない。おらん。美味しかった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃうまかったもん、うん、買っちまったし。カニラーメン買っちまったね。ああ、でも美味しかった、ほんとな、うん、正月楽しみができたな、これでな、うん、よし、じゃあ帰ろうか。よし、こう潰す勢いでまた来よう。いやいや、潰す勢いでここでラーメン食ったらさ、うん、ラーメン屋、お前儲かって、お前どんどん良くなっていく。潰れない。よし、じゃあ行きますか、うん、ということで、今日はお正月名物、鳥取県名物のカニをふんだんに使った濃厚ラーメン、ぜひ試してみてください。麺どころす、麺どころどう、どうそうです。あ、そうなんですね。はい、それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。